ガールズラックス。東京都16歳男の子、ラジオネームちゃんくんからのメールです。戸田エリカちゃんが大好きすぎて、毎日学校の昇降口にあるエリカちゃんのポスターに抱きついてます。登壇フィーフィー、ターちゃんの週やってきた、嬉しいです。女優業も頑張ってね。うん、あのツッコミポイントが多すぎるんでそのままいきます。ということで、こんばんは。スクールオブロック女子クラスガールズロックス4週目担当の戸田エリカです。あ、じゃあ突っ込ませていただきますけど、1つ目、戸田エリカ、登壇フィーフィー、ター、呼び名3つもいらない。2つ目、学校の昇降口で何をやってんのか。昇降口って階段の上り下りするとこですよね。そんなとこで抱きついてちゃみんなびっくりしちゃうでしょ。3つ目、ポスターって平面だから抱きつき方が分かんなくて、どうやって抱きついたんだよっていう、まああのベタみたいな、あのゴキブリが潰されてベタってなった感じのなのかなと思ったり。いやでも授業も頑張ってますよ。もう7月からね、ガッキーと一緒にドラマ出るのも決まったし、そうそう、これをすることが決まって、まあ私去年から実は話してたんですけど、役のイメージでですね、パーマかけたりとか、初めてあのピアスを開けました。まあ役作りってこういうのができるから楽しいんですけどね。楽しみにしててください。さて、今日のテーマはツッコミの1つ目、ニックネームです。そう、先月小テストでもう第5問目なんですけど、あの自分がどういうあだ名をつけてほしいかっていう条件を書いたんですね。それが自分の名前から取ったあだ名らしいあだ名、そしてエリカに合っている、そう、私のキャラに合ってるかどうかっていうことですね。とりあえずこれを聞いたらエリカって分かるような、まあ本当にあだ名らしいあだ名なんですけど、ということであだ名がたくさん届きました。みんなありがとうございます。いやー、いっぱい送られてきました。そして戸田エリカの2008年度のあだ名が今日決まります。あだ名サミット2008。もうね、全部は紹介できないですけども、みんなから届いたあだ名名案、できる限り紹介していきます。広島県男の子、15歳、ラジオネームパピコ大好き、初書き子です。あだ名はトダンチってどうですか。うちの学校で流行ってるんで、わら。トダンチってなんで流行ってんねん。埼玉県16歳男の子、ラジオネーム富田、僕が提案するのはトダエンジェルです。戸田天使ってこと？エンジェルでいいの？そんなもう恥ずかしい。はい、次。長崎県男の子、14歳、ラジオネーム直太郎べー、丸一日考えて一番いいあだ名はトッピーです。どうですか。トッピーかわいいな。はい、次。兵庫県14歳の男の子、ラジオネームラッキーストライク、昔通ってた塾に戸田って名字のおじいさん先生ちょおじいさん先生60歳ぐらいって超ウケる。昔通ってた塾にに戸田って名字のおじいさん先生かっこ60歳ぐらいがいたんですが、あだ名はダートだったんです。英語ではダーツ、ダーツの単数形らしいです。まあ英語のも後からつけたもののようですが、戸田カタカナ戸田だとダートになったんじゃないかと言われています。あだ名をつけた人はすでに40歳を超えてるし俺が塾を辞めたとして先生をお辞めになった
俺が塾を辞めた年で先生をお辞めになったそうなので、詳しい話はわかりませんが、可愛い系ではない戸田ちゃん。え、可愛い系ではないっていうことはどういう系なんだろう、には合うと思うんですよ。初めてなんで、中ごちゃごちゃしてますが、だって。で、ダート?ダーツがいいのかな?ダートがいいのかな?ウケる!こんなに読むのに苦労したの初めて。次、鹿児島県男の子17歳、ラジオネーム家帰る。もう涙出てきた。ウケる。トランスファーマートランスフォーマーでいきましょう。戸田さんにはぴったりだ。だって命令系か、お前は。トランスフォーマーでいきましょう。戸田さんにぴったりだって。笑いすぎて涙出てきた。もうやだ、暑いな。ここ岐阜県17歳の男の子、ラジオネームモンハン。戸田さんのあだ名はトッティがいいと思います。なるほど、トッティね。なんかどうやらトッティが一番多かったっていう噂を聞いたんですけどね。え、何がいいかな。全部で 1,2,3,4,5,6、 今6万4なんですけど、一つトランスフォーマー、一つダート、一つトッピー、一つトダエンジェル、一つトダンチ、一つトッティということで、いやあだ名を決めるのにこんなに汗をかいて、こんなに熱くなって、こんなに笑うとは思ってませんでしたけど、いやどうしましょうかね。もうこのあだ名サミット2008もいよいよクライマックスです。もうパイレーツオブカリビアンで言えばクラーケンにジャックスパローが食べられるシーンぐらいな感じ。もう私が今日から名乗ることになる新しいあだ名の発表はこの後すぐ。それではお待たせいたしました、発表します。あだ名サミット2008の結果、決定した戸田恵梨香の新しいあだ名はトッティです。いやなんかね、トッティが一番多かったって聞いて、やっぱりなんか、あ、こういうあだ名がエリカに合っていて一番呼びやすいのかなと思って、やっぱり呼びにくいものじゃなくって、なんかみんなとこう近しい感じがするのがトッティだなと思ったんで、あのトッティに決定しました。みんなこれからはトッティって呼んでね。そして明日はガッキーからのパスを受けて交換日記、今月の当選者を発表しますが、その前に今日は一つ宣言だけしておきます。5月の戸田恵梨香ガールズロックスは写メ分野を徹底的にエコひいきします。よし、じゃあ私とはまた明日。戸田恵梨香でした。